頑張った、ありがとうございます。頑張ったギフト。ヤスルパンさんハートありがとうございます。そう、ウニヒヤこれね、見てこのね、何アホ毛みたいなのがチクチク出てウニなんです。アホ毛、逆毛、なんか空いてるところの短いやつが出てきてウニ、ウニなんです。ヤスベイさんタコありがとうございます。服部さんありがとう、ありがとうございます。村さんタコありがとうございます。ウニえ、違うんです、ウニ兵じゃないんだけど、え、お団子久しぶりなんですよこの髪型。ヤスルパンさん I love you ありがとうございます。髪型似合ってる。え、でもいい感じじゃない？この辺は編み込んでもらってたんですけど、ベレー帽をいっぱいかぶったりしてたらちょっとボサボサになった。お団子です。ヤマトさんタコありがとうございます。あ、打ち上げ再当選しました、やったね。そうよね、今日当落。シルバーギフト投げに来ました、ありがとう。ひとしさんタコありがとうございます。ピータさん、マッサさんありがとうございます。え、そう、今日ベレー帽がね余っててかぶってみたんですよ。目立ってたっていうね、確かに目立つんかね、私がかぶったら。ユニット入力は急に決まったのって。そうそう、でもまあツアーの初日にやったことあるから思い出すだけなんだけど、そう、集合時間前くらいに急遽決まって思い出した。2曲目のユニットびっくりしました。そう、今日はまいさんのとこです。ユニットレア、そう、レアレア。ツアー初日にやった、でも1回しかやってないよ言うて、ツアー初日に1回やった、じゃけん7月。そう、ケロさんと一緒、ケロさんも2回。アキハンさんタコありがとうございます。雪梨花推しが仕事に固まってたね、隣だったじゃん。でも私あんまあっちの方行かんかったよね、多分なんかあんま行った記憶ない。夏好きも行かんし、あ、ポニーテールはいたか。こんばんは、あ、でもそうでもないか。楽しそうに見えた、マジ楽しかったですけども、真ん中、そうね、確かに、まあどこも同じぐらい。金曜ロードショーでコナンやってます、マジ見れんかった。
薄っぽじ頑張った、イエイ。振りの大きさとキレが素晴らしかった、マジ良かったです。それはレスが自分なのかどうか不安になる時もありましたって。分かるようなレスしかしてないじゃん、マジで。も私花垂れ6月ぶりでレッスンもなかったから、6月ぶりに踊ったんですよ、リハーサルで初めて、3ヶ月ぶりぐらい。でもまひなさんとかもそうって言ってた、りねちゃんとかみんな久しぶりって言ってて、でもレッスンないけんさ、3ヶ月ぶりぐらいに初めてリハーサルで踊ったわけですよ。だからよかった、でも踊れてた、綺麗が良かった、良かったです。だったらそう、みんな久しぶりだった、え、私もみたいな。こんばんは、のべゆき夫婦の日な。そんな夫婦の日に触れるっていうぐらいりねちゃんが夫婦の日を推してて、花垂れ衣装の素材顔に当たった人がいた。へえ、でもあれ当たるよね、自分も当たりそうになる、後ろにいるんですけどね、あれ当たるよね、振り回したら。大熊猫さん、ロリクマ、ロリクマじゃないわ、ゴスクマか。ありがとうございます。イチャイチャしてないんですよ、もうイチャイチャとかはしてないの、イチャイチャとかはしてなくて、そう、もう本当に夫婦みたいな。そう、ハンバーグ、大根美味しかったから私のお弁当食べてて、え、このロシハンバーグ美味しいよ、食べる、反対側食べるって。そう、同じ弁当があるけど、そんな感じなんですよ。最近は何でもかんでも食べる食べる、そう、食べさせたがりになってるんです、お互い。別にイチャイチャしてないです、食べかけじゃない、反対側です、ハンバーグの食べかけじゃない、あ、大根が美味しくって、そう、別にイチャイチャしてないです、大根が美味しかったんですよ、え、この大根おろし美味しいと思って。大根おろしハンバーグ、仲いい関係なら普通、でもなんかできないかも、あんまり視野。コロンさん、タコありがとうございます。ハンバーグ、ゆうぴょんさん、かわいいありがとうございます。のべゆき MC 珍しいって、そもそも鍋行きが珍しいですよ。あ、そう、鍋行き、久しぶりになっちゃん見た。そう、なっちゃんと一緒に公園に花垂れ出るのは半年以上ぶりなんですよ。ワンちゃんお正月ぶり、花垂れなっちゃんと被らんの最近、半年以上あ、そう、プレゼントを持って帰ったんですよ、そのあです。あ、
なっちゃんと一緒に、だって私の生誕もいなかったじゃん、なっちゃん。で、その前もいなくて、かぶらんくて、そう。だから、そう、プレゼント持って帰ったんだよね。開封しながら喋ろうかな。あ、そうや、これはあれじゃ、これはなんかノアピがくれたんですよ。タンプレずっと渡せなかったらしい。ずっと会ってなくて、確かにずっと会ってなかった。ノアピ、ゆき姉さん。私姉さんって呼ばれてるんです、ノアピから。姉さんってかわいいね。みんなにタンプレあげてるの、ノアピかわいいですね。桃のゼリー、そう、姉さんって呼ばれてる。え、みんなにそう送ってるの、本当にかわいいね。いい、そう、みんなにあげてる。ずっと会えてなくて遅くなったけど、そう、姉さん。原田公演お疲れ様です。ニートのポニーテールかっこよかったです。お、ありがとうございます。嬉しい。ポニーテール、原田公演ありがとう、ありがとうございます。ノーピア11月11日、ポッキーの日、ポッキーの詰め合わせ。嬉しい、自分桃好きだから嬉しい。フルーツの中で2番目に好きだから。ゼリー凍らして食べる派なので凍らして食べます。はい、あなたレコは確かに帰るの、まだ帰ってないんじゃない、帰るの早いねって。え、メロンが好きで、杉桃もう覚えたよ。11月11日ポッキーの日ね。桃は2番目に好きです。あんま実験させて。そう、プレゼントを受け取ったんですよね、靴下の詰め合わせ。リチャさん、盛り上げに来た、ありがとうございます。嬉しい、靴下。もう靴下ね、めっちゃある。今日の靴下はこれです。硬すぎて足ががら。そう、ドラえもん。でも私ね、これね持ってるんですよ、なっちゃんとお揃いで。実はこの靴下すでに、私ドラえもんかジャイアン持ってて履いてったら、なっちゃんも同じの履いてた、去年ぐらい。なっちゃんと私持ってた。もうなくしたけどね、今はない。猫さんだるま、ありがとうございます。今日の靴下はニャオハです。衣装さんにポケモンの話された、私ポケモン好きだと思われて。なっちゃんには送ってない。そんな、そう、靴下、靴脱いだ時に衣装さんにポケモンの話されて、スイッチのなんかスイッチやってるらしくて、何かをなんか捕まえようとしたら倒しちゃって、もうやめちゃったみたいな。そう、でもそうだから、スイッチで続かないですよねみたいな会話をしました。私ポケモンわかんないけど。衣装さん2人にポケモンの話をされました。
だからちょっと知ってる風に喋ってみました。そしてこれはジェラピケ。え、そう、お見送りだからニャンハいると思って指差したんですよ。ニャンハだ。だからスイッチは続かないですよねって。そう、スイッチの話にした。ポケモンちょっとわからんけど、ジェラピケ、かわいい、目がかゆい、嬉しい、ジェラピケ。ウクレンパサランさん、タコありがとうございます。タコ嬉しい。私が欲しかったやつ、私が欲しかったやつです。これお、ほんとだ、ポストカードになってる、すごい。ワンコ冬に来ます。これ冬に来ます。いい、今日は猫なんです。猫、猫2匹です。ありがとうございます。そしてこれは誰だろう。ゆきさん、いいのがなくてブランケットにと靴下にしました。だってありがとう。ブランケットいいね、おしゃれ。おしゃれ、これソファーにかけてもおしゃれじゃない。なんかソファーにさ、ブランケットかけてるじゃん、おしゃれな部屋の人って。ソファー緑にしようかな。ありがとうございます。靴下、あ、靴下ありがとうございます。こういう靴下初めてもらったかも。こういうなんか初めてじゃないけど、キャラじゃないやつ、なんか実用的な方、レッスンじゃない方。ありがとうございます。レッスンじゃなくて普通にプライベートのワンピースとかに着る靴下。そう、ありがとうございます。そう、レッスンとかに履くキャラ靴下はそうめっちゃもらうんですけど、こんばんは。てか決済今日までです、金曜。皆様お話し会決済が今日までとなっておりますので、はじめまして。お、うーん、2023年2月10日だって。昔、2月10日に書いてずっと出してなかったんか。2月10日だって。春夢さん、タコありがとうございます。でも郵便の消印は9月12日になってるから、めっちゃ前に書いてくれたんだね。2月10日って書いてる、書いて出してなかった。宮本さん、
手続きしました、ありがとうございます。2月10日くらいです。これはこれはうどむさんだ。およいやあ、ちいかわ小物入れ嬉しい。そんな大きなものを、ちいかわこれにプレゼントまとめよう。最近物が増えてきたので整理しなきゃ。ちいかわ、マット、どこに行こう、キッチン、スイカはかわいいえ、これ実家に持って帰ろうかな。かわいい、スイカはマットね、キッチンとかよね。家のね、このキッチン、ちいかわなんですよ、家の。でもそれがもう汚くなってるから、これ実家のキッチンに引こうかな。広島のキッチン使わないから広島のキッチン使わないから。あ、こういうやつ、これまだ作ってないな、そういうやつ。ありがとうございます。暇な時に作る。広島のキッチン、そう、パズル。あとパジャマだって。ありがとうございます。これはこれ、いや、ウォッチさん、タコありがとうございます。いや、急な、や、定型文にや入れてないのに。いや、あ、ミルキーのクリップとかもあった。そして続いて、いや、電子レンジとオーブンどっちが使えますか。電子レンジ。続いて、ふっくらごはんさんいるかな。マイメロ、一人サンリオショップしてきて、あ、これカープのコラボステッカー来てないね。確かに珍しい。飲んでるんかな。カープのタオル、すごい。カープサンリオ、このね、プレゼントに全部これつけてるんです。めっちゃわかりやすくない？あ、そう、ジェラピケはね、別でもらってるんですよ、多分別。ほら、すごくわかりやすいですね。なんかね、そう、そう、ジェラピケは別で送ってもらったんです、別でもらったんです。多分別で、多分2回送ってくれてるかも。ほら、ジラピケ、これごと、
ルタウン情報松山。箱ごと届いたの初めて。すごっ。ボックスにイン。箱珍しいよね。箱ごと。イエーイ。かわいいねこの箱。なんか使えそう。ね、箱なんか使えそう。かわいい。あ、取れる。に、あ、出ました。靴下、うわ靴下。もう靴下富豪だ私。ありがとうございます。ちいか。追加かわいい。わ、反射してる。反射してないか。クリアファイルの匂いも好き。わかる？新品のクリアファイルの香り。靴下保護です。助かる。靴下ありがとうございます。平田坂さんのファイル。私の推しメンさん2人。実用性があるものを。実用性？あ、靴下？そう。ありがとうございます。コップ盛り上げに来たよって。ありがとうございます。マグカップ。へえ、ミステリーという流れ。お、ゼラピケ。イエーイ、白。ありがとうございます。冬に来ます。まだちょっと暑いから冬に来ます。ミステリーまだ行けてないんだよね。行かなきゃ。ありがとうございました。プレゼント以上です。皆様からのありがとうございました。あれね、箱が閉まらないよ。え、そうだよね。映画ね、行こうとしてたんですよ、何回か。この前も水曜日にね、本当は行こうとしてて、20日。水曜日安いから。席予約しようかなと思って、そこまでです。でも結局まあ予約せんでいいやと思って。え、ポメラニアン入ってる？お。え、パジャマ姿？だって、まあ、配信前にパあれだもんね。え、本当だ。かわいい。犬いた。気づかなかった。すごっ。しかもジラピケの素材だ。ふわふわ。本当だ、犬いた。こんばんは。
パジャマだけかと思った。想像と違った。え、ポメラニアン君は。ふわふわ、かわいい。犬飼った気分。なんか下から出てる、下にゴミついてる、見て、ベロ、これベロ、目がないよね。あ、目見っけ。こういう、ありがとうございます、楽しかったです、ありがとうございました。あ、下から毛が出てる、見て、えーってなってるえーってなってる。あとで、そうよ、かわいい。犬嬉しいな。犬飼いたいんですよ、マジで。でももうね、飼うつもりですから、いつか。最近お母さんとペットショップに行って、かわいいって犬。ありがとうございます。かわす、嬉しい、プレゼントありがとうございます。本当に私のためにたくさん、どんちゃんだるま、ありがとうございます。パジャマ姿、え、全然パジャマ着るよ。でもいつもね、寝る前に配信してるからパジャマ着ないんですよ。朝配信せんじゃん、夜お風呂入る前に配信してるから。これ切っていいかな、でもなんか下切ってるみたいよね。でも夏はパジャマ着ないんですよね、あんまり。冬は着るけど。あ、そう、プレゼント紹介したの届いた、サンリオの。広島にサンリオができたから、多分ファンの人みんなさ、メンバーにサンリオのグッズあげてるから、このサンリオの紙袋がめっちゃあった、みんなのとこに。みんなさ、サンリオができて、いろんな人にサンリオ送ってるんだろうなっていう。届きました、ありがとうございます。そう、サンリオの紙袋がめっちゃあった、この大きいサンリオの紙袋。いつもさ、無地のさやつじゃん。でも見て、これもサンリオ。多分誰かが大きいものをさ、メンバーにあげたんだろうね。ほら、みんなの、ほら、これに入ってた。だから誰かが、これは誰かが再利用されてる。サンリオの袋、ね、サンリオがめっちゃ増えてたよ、袋。ちょっと舌を切らせてもらいます、この1本だけ出てるやつ。
なんか目の位置が斜めってる。こことここにある、こことここ、斜め向いとんか。こんばんは。こことここ、ほう、斜め向いとんか。あ、斜め向いとんかもしれん。かわいい。男なんです。なるほどね、斜め向いてるんね。犬、パンダに見えるこの画角。パンダ、ありがとうございます。この画角パンダ。ヒロさん、星ありがとうございます。レインボースター、こんばんは。こんばんは。もう花だれ公園来てた人は帰ったの、家に。それともご飯とか食べてるの、何してるの、何してるの。あ、電車？あ、今日も電車なの？じゃあ解散したのか、すぐ。食べてます。何食べてる？今日これ3本目なんだよね。飲みすぎだよね。よくない。これから最終の新幹線に乗ります。お、お気をつけて。10時、ドキドキライブさん、ハートありがとうございます。スポカリ、そう、リハーサルから3本目、胸行きって書いてます。やばいよね、トンテキと麻婆豆腐と魚。結構がっつり。ファンの方々と食べてるの？一人。こんばんは。そうね、明日新潟。でもまあ今日いたメンバーは新潟出ないメンバーがほとんどだから、4名こんばんは。4名か、優しいですね。その4名で食べながら一人だけコメントしてくれてるあなたは。4名です。びっくりした、犬おるんかと思った。見慣れないものいてびっくりした。 KKK さん、だるまありがとうございます。そう、パセリとソラハさんとかかな、新潟って。そう、え、見慣れない生物がいてびっくりした、画面越しに。
え、そう、千葉でしょ、新潟は。でも今日いたメンバーは新潟行く人少ない。服部さん、かわいいギフトありがとうございます。確かにもう新潟におるメンバーもいるかも。新潟ってめっちゃ遠いもんね。どうやって行くんやろ、飛行機。まあそれは秘密やけど遠いよね。KKK さん、タコありがとうございます。マイキューさんね、大丈夫なんかな。サコちゃんも、あ、でもマイキューさんか、新潟。サコちゃんは違うよ。あ、新潟のツアーは24、まだか。土曜は違うのか。水族館。マイキューさんね、どうなんだろう。でも何か変更になってたよね、ツイッター見たら。メンバー変更みたいな。明日のやつかな。まあそんな急には治らんよね、今日体調悪くなって。なかなかね、そんな。だいぶ涼しくなってきたけどさ、いつどのタイミングでエアコンもやめようかなって。なんか窓開けたらさ涼しいけどさ、雑音入ってくるじゃん、朝とかに車とかの。それが嫌でさ、そろそろ涼しくなってきたからさ、今日福田さんが朝ツイートで最高気温24度、ラッキーみたいな書いてあって、それを見てだったらエアコンいらんなって思ったけど、窓開けたら雑音入ってくるから静かにいたいじゃん、部屋の中で。だからね、窓は開けたくないしなと思って。窓開けて寝たら朝方うるさくなるよね。ヤスルパンさん、だるまありがとうございます。ね、まだエアコン使ってるけど。ウニ、そう、今日ウニなんです。ウニちゃんとチクチクもあるんですからね、これ。ウニ2つ。ニャオさん、だるまありがとうございます。こんばんは。一応したい。誰と？ウニ二つ。ウニ初めてじゃない。
2回目です。文吾さんタコありがとうございます。アスクもねゆきさんを語り合ってます。そんな語ることないよ、そんな語るとこないよ。語らずにご飯の感想でもいいだから楽しんでください。麻婆豆腐は唯一苦手です。私も好きじゃない、ひき肉が入ってるから。ひき肉です。けんけんぱーさんだるまありがとうございます。こんばんは。愛媛みかんさんハートありがとうございます。ただの DD さんだるまありがとうございます。ウニ高いらしい。そうなんだ。うーん、ウニ手紙書きます。はい、お待ちしております。これからカレー食べれるかどうか。カレー食べるの組み合わせ悪くない？麻婆豆腐になんだっけ、チキンだっけにカレー。こんばんは。あ、わなね、なっちゅうどこ行っとんじゃ。それは居酒屋かな。二押し、二人を一押しにします。やった。カレーがメインのお店でも夜ご飯カレーっていいよ。カレー安眠効果あるから、カレー寝れますよ。みんなでシェアして食べてください。いや、そう、カレーは眠くなる効果があるんですよ、カレーの成分に。でも眠くなってきた。カレー食べてないけど。こっち顔向けとこうかな。そやー、朝カレーもいいよね。カレー好きだよ。カレー、朝ラーメン、まあ塩とかやったらいける。さすがに豚骨はちょっときついけど。おやすみなさい。おやすみなさい。カレーよりラーメンです。マジ？どちらかといえばカレーかな。だってモーニングにカレーあるじゃん、なんかホテルとかよくある。カレー、朝カレー。いや、公園疲れ、疲れてはないんですけどね。でも昨日の夜とか久しぶりだったから動画をずっと見てたの。夜3時とかまで。こんばんは。
豪雨？マジ？広島？あ、違うか。すごく良かったです。ありがとうございました。楽しんで、残りのご飯も。ゴウ、どこ？広島じゃないでしょ。そう、来週は大阪、そして打ち上げ、それが終わったら愛媛、2日間、7、9。あ、22時22分、にゃんにゃんだ、夫婦の日だ。にゃんにゃんです。ミニマロンさん、ファイト、ありがとうございます。22、夫婦の日ですよ。ニャオハ、ニャオハの靴下履いてるの今。猫、服も猫です。猫、ニャンニャンです。よいしょ。愛媛当たりますようにって。6日の方、7日か、ま、7と9か、7か。私には関係ない、私も関係ないですよ。猫、有給取りました、愛媛のタイミングで。朝から一蘭は食べれる。一蘭結構軽いからね。なんか焼き豚とかあんま入ってないし、一蘭まあ優しい。黒いの犬、新入りの犬です。ジェラピケのワンコ、高級ですからね。もらったプレゼントで。犬です。わーい、新入りの犬。ってことで、そろそろ配信終わろうかな。そう、ジェラピケ様なんですよこれ。だからめっちゃ触り心地いい。クロミちゃん、クロミちゃん違うよ、黒いけどね。早く寝よう、金曜日の夜だから。おやすみ。ってことで、漢字を読みます。公演ありがとうございました、見てくれた方。花は誰のもの公演、ということで、壇上13位、タラの DD さん12位、ドンちゃん11位、コーヒーさん10位、理化学研究所さん9位、アキアンさん8位、ポクデンパサランさん7位、ハルユメさん6位、ヒロさん5位、オブクマネコさん4位、ミキヤくん3位、ハットリさん2位、ヤスルパンさん1位、ヤスベイさん、ありがとうございました。だから明日カラオケ配信するんだよね。そういや、土曜日じゃん、夜。9時半とか10時頃、夜やってみようっていう。ということで、おやすみなさーい。今日はありがとうございました。カラオケ配信はね、9時半とかにしようかな。いつも夕方にやってるけど、9時半なんか夕方盛り上がらん気がするから、9時半ぐらいにしよう。ってことで、おやすみなさーい。
今夜もう少し頑張ります。ご飯楽しんで。泊まり？泊まりか、さすがにもうないわな。あ、そう、ヤンマガもよろしくお願いします。ヤンマガのイベント頑張っておりますので、少しでも有料の延長もよろしくお願いします。リンクよりお願いしますってことで、おやすみなさい。おやー、ヤンマガウェブ。